どうもつぶつぶ屋です。ネットショップへの抽選へのご参加大変たくさんありがとうございます。今回ちょっと残念ながらご縁のなかった方も次回にご縁が繰り越したと思ってまた次回挑戦いただければなと思います。こちらもなるべく抽選にならないように頑張って準備しますので重ね重ねよろしくお願いします。今回当選されてつぶつぶたちが届くのをお待ちの方今しばらくお待ちください。最後の水やりを終えてもう少し乾燥した後に梱包したいと思っていますのでどうかお許しを。順調にいくと土曜日の発送になりますので日曜日もしくは月曜日には届くと思います。来月も通販予定しています。そして来月の通販は抽選ではなく先着順、決済方法がクレジットカードのみじゃなくいろんな決済方法に対応できるようになりますのでそちらも合わせてよろしくお願いします。それでは今回は最近時々動画内で紹介しているあの多肉乙女心かけラウイの品種紹介をお届けします。1年間のお手入れ方法や増やし方魅力について迫ります。今回ご紹介するつぶつぶ多肉はこちら乙女心の交配種乙女心ともう一つ違う種類の多肉植物を掛け合わせて作るそんな感じですね。どうでしょう、多肉界のアイドルの名を欲しいままにしている完璧で完全なアイドルです。素晴らしい。夏はちょっとビロンビロンに葉っぱが伸びたりすることもあるのですが寒さが深まるにつれてあの乙女のほっぺたが本気を出し始めています。ほんのりピンクがめちゃくちゃ可愛い。交配相手に選んだのはこの乙女心にふんわり白粉とそしてぽってり感を出すためにこちらのエケベリアのラウイを交配しました。ラウイの特徴であるこのブルーム、葉を上品に全体的にまとっている白粉ですね。この白粉が乙女心のふんわりほっぺたをどのように包み込むのか、そして葉幅の広い丸葉のラウイを選んでいることによって乙女心はどう変化するのか。生まれてきたのはこちら。どうでしょう、あれ思ったのと違うと思われた方も多いと思います。こちらはカットして刺し直したため若い根っこが出て若い葉っぱを作っております。なのでどちらかというと夏の顔、いわゆる乙女心が夏にひよひよに伸びていくのと同じようにちょっと葉っぱが伸びています。ところが乙女心、夏に葉っぱが伸びていても成熟してくると寒い季節が訪れるとどうなるか。こうなりますね。このように葉っぱがキュッとなってふくよかになっていきます。なので当然こちらも葉っぱがキュッとふくよかになったらどうなるか、こんな感じ。どうでしょう、まだまだ寒さを迎えて間もないのでキュッコロホワホワシュガーにはなっておりませんが、こちらがさらなる寒さを迎えてさらに根がもっともっと成熟してくる頃にはキュッコロのふわふわなシュガー色になります。めちゃくちゃ可愛い。もちろん若干個体差にもよるのですが葉っぱがやや長いタイプでもこれぐらいにはなります。幼生たちが甘さを感じて寄ってきそうなそんな可愛いつぶつぶ多肉。それでは続いて1年間のお手入れ方法、まずは春から。春は他の多肉同様絶好調、土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげるで大丈夫。植え替えや増やすのもこの時期、水はけがややいい土がおすすめなので花と野菜の培養土に3割から4割、場合によっては半分ぐらい水はけのいい土を足してもいいと思います。もり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 大きくしたり群生させたい方はこの時期に液肥や活力剤もしくは置き肥などをあげるともりもり育ちます。しっかり日に当ててふっくら育てましょう。梅雨のお手入れ、梅雨は他の多肉同様長雨が苦手なので長雨に当たらない環境で育ってあげましょう。お水やりも土がしっかり乾いたらちょろっとあげる程度で大丈夫。気温が上がってくるとやや蒸れやすくなるので蒸れないように注意しましょう。ですが暑さちょっと得意になっております。乙女心よりもちょっと得意になっているので元気よく育てましょう。続いて夏のお手入れ、夏は直射日光がやや苦手、やや苦手といっても他の多肉たちと同じぐらいなので真夏は 30-50% の遮光化がおすすめ。軒の下とかで育てればそれはそれで大丈夫。水やりなのですがしっかり乾いたらちょろっとあげる程度で大丈夫です。
もちろん環境にもよるので、ご自宅にある他の多肉たち、お水ザブザブもらって元気ですよという方はお水ザブザブあげても大丈夫。お水を控えることによって葉がぐん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 伸びるをちょっと防ぐことはできます。なのでどんどん育てるというよりは丈夫に夏越しする、そんな感じでお世話をしてあげれば大丈夫。夏に元気よくわんぱくな姿を見せますが、秋から冬にかけてどん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 旧コロのふわふわシュガーに近づいていきますのでご安心を。続いて秋の手入れ。秋は春同様絶好調です。もうまさにわっしょい。春のやや気温が高いうちにカットして葉っぱを刺すだけで葉差しももりもり増えます。そして秋の気温が下がってからだとなかなか葉差しの成功がちょっと下がります。乙女心の葉差しをしたことある方はよくわかると思うのですが、乙女心の葉差しかなり成功率が低いです。ですが乙女心とラウリの交配樹、こちらはかなり確率が高いです。ただし条件があって、秋の気温が高いとき、もしくは春の気温が高いときですね。気温が下がってくると葉差しの成功率ちょっと下がってしまうので、気温がやや高いときに増やすのがおすすめ。土がしっかり乾いたらお水をたっぷりあげて、遮光下に置いていた乙女心かけラウイを直射日光に移動してあげましょう。光に当たれば当たるほどラウイのブルーム、白粉と同じようにふわふわな色に近づいてくれます。強い光に当たってふわふわに育てましょう。最後に冬の手入れ。冬の注意点は他の多肉同様マイナス3度以下がちょっと苦手、マイナス3度以上で育ってあげましょう。水やりもほぼあげなくても大丈夫です。土がしっかり乾いてシュワッとなっていたらちょろっとあげる程度で大丈夫。その時の水やりなのですが、気温が0度以下にならない時にお水をあげましょう。そういう時がない方、寒冷地にお住まいで気温が0度以下にならない日なかなかないよという方、お部屋の中の日当たりのいい場所でちょろっとお水をあげれば大丈夫。この時お部屋の中の気温が20度から25度ぐらいで、多肉植物に絶好調な気温でもお水はちょろっとがおすすめ。なぜなら光がちょっと足りない。なのでたっぷりのお水やりは外でお水やりができるようになってからにしてあげましょう。あともう一つ、冬はふわふわシュガーがマックスになってめちゃくちゃ甘く可愛らしいので食べないようにご注意を。それでは最後に増やし方。その前にこちら以前の動画で植え替えたものです。少し夏にわんぱくな姿になっていたのですが、どうでしょう、ふわふわになり始めております。可愛いですね。すごいすごいです。楽しみ。それでは増やし方。胴切りして葉っぱを取って刺すだけです。とても簡単。このように夏にわんぱくな姿をしているとやはり乙女心と同様少し伸びてきます。このように茎立ちしていくんですね。なのでここにハサミを入れてカットすれば大丈夫です。いきます。もしこの時ハサミが入りにくかったら、間の葉っぱを横に揺らして取る、数枚取ってあげてハサミを入れるスペースができたらカットする。こんな感じ、これで大丈夫です。そしてカットしたこちらの元の株の方にアイビー化成などの置き肥え肥料を少し置いておくことで脇芽がめちゃくちゃ出やすいのでおすすめです。カットするタイミングなのですが、葉っぱがシュワシュワでなければいつでも大丈夫です。お水をあげてすぐだとこちらの切り口からお水がシュワーっと出ることがあるので、お水をあげて、3、4日ぐらいがおすすめ。あとはこちらを土に刺すだけなのですが、土に刺しやすいようにこちらの葉っぱを数枚取ってあげます。はい、こんな感じ、横に揺らして引っ張るように、はい、こんな感じ、こんな感じですね。夏の後にカットして葉っぱを増やすとき、どこまで葉っぱを取るのとよく質問をいただきます。このように横にしてみて、ちょっと閉じてあげて、中心部分の葉っぱを著しく追い越している葉っぱを取ってあげると形が結構整います。なのでこうですね、はい、こんな感じ。ちょっと分かりにくかったのでこちらで見てみましょう。こちら外葉がちょっと長いですね。閉じると、はい、ちょっと追い越している部分が何枚かあります。こういった葉っぱを少しだけ取ってあげると整います。こちらは
切り口が乾燥する2、3日後に刺す、もしくは秋ならそのまま刺しても大丈夫です。このようにカットしたら刺してあげて、お水は切り口が乾く1週間後ぐらいからパラッとあげれば大丈夫。根の量に応じてお水をあげる量を増やしてあげてください。乾燥もとても大事なので、乾いてからパラッとあげる、乾いてからパラッとあげるで大丈夫。こちらの葉挿しなのですが、一旦乾燥して根が出てから刺しても大丈夫だし、このまま刺しても結構大丈夫です。なのでこんな感じ、結構刺します。もちろん横に刺してもいいのですが、こちらの乙女心かけラフィで言うと少し深く刺してあげた方が成長が早いように思います。なのでこんな感じで大丈夫。こちらがしばらくするとしっかり土が乾いてからお水をあげているので、ちょっとシュワッとなっていますが、はい、根っここんなに出ています。ここまで出たらめちゃくちゃ安心。1回にあげる水の量を少しずつ増やしてもいいかもしれません。はい、バレないように土を柔らかくして戻す。こちらの葉挿しの方もはい、こんな感じですね。寒い時期なら1ヶ月してもなかなか動きがないのですが、はい、もう抜けない、もう抜けないですね。ちょっと見てみましょう。はい、根っこはしっかり出ています。根っこはしっかり出ていますね。ちょっとバレないように戻して、はい、こちらも根っこ、全部根っこですね全部根っこですね。でも芽が出てくるものもかなりあります。残念ながら葉っぱばかりどんどん大きくなるというのも割とあるのも、まあ、事実といえば事実なんですが、成功率でいうと 50% 以上は芽が出てくるので、ちょっと時間をかけて待ってあげましょう。葉が上の方、中心部分に近ければ近いほど成功率は上がります。外葉になればなるほど葉っぱばかりが大きくなることも多いです。ですが若い苗のうちなら割と成功するので、植え替えのついでや増やすときはぜひ葉挿しも挑戦してみていいと思います。こちらのカットされた方は順調に脇芽が出ます。こんな感じどうでしょう。もう立派に出てます。そしてこちらぐらい大きくなったら元の葉っぱは取ってあげて大丈夫。そうすることによってこちらにどんどん栄養がいって大きくなります。こちらの葉挿しできます。ですが成功率かなり下がるので、ダメ元で楽しんでもいいかもしれません。ということで今回は乙女心かけるラウィ、あだ名はわたあめ、ふわふわシュガーなのでわたあめと呼んでいますをお届けしました。1年間を通して結構丈夫で育てやすい、夏はわんぱくな姿になりますが、冬になる頃にはめちゃめちゃスイーティーな色になるので、そこも楽しみ。はいはい、どうぞ。つぶつぶ屋さんはわたあめ好きですか？ああ、わたあめですね、めちゃくちゃ好きだったんですよ。あのお祭りに行くとめちゃくちゃわたあめ、わた菓子が好きだったんですけど、結構これしますよね子供ながらに思ってたんです、これするなって。で見てると そうですね、お祭りに行って各出店にこうずっと食い入るように 見るっていう癖があったんですけど、これいります？まあ、イカ焼きならイカ焼いてるのを見るのが好きだったし、金魚すくいの人だったら金魚をこう足すのとかなんかブクブク入れるのとか好きだったし、わたあめ、わた菓子のところでは真ん中にお砂糖入れてぐーって回すのを見るのがめちゃくちゃ好きだったんですね。だから時々もらってたんですけど、でもやっぱ買うとなると、あの結構するからですね、お祭りではなかなか買えませんでしたね。だけどスーパーに行くとですね、昔はですよ、昭和ですね、昭和で言うとですよ、なんかこういうちっちゃいわた菓子みたいなのいっぱい入って、知ってます？知ってます。あれが好きでしたね。夢見心地とはこのことですよね。クモもそんな味がするのかななんて子供の時はよく思いましたよね。どうでしょう。わたあめ作り機が家にありました。うわー、セレブセレブすぎ。はいはい、失礼しました。今回も失礼しました。それでは最後にちょっと気を取り直してですね、群生した綿あめを見ながらお別れしたいと思います。ぐるぐる回さないんでご安心してください。どうでしょう、もり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 元気に育ちました。まだまだスイーティーというにはちょっと青々していますが、
これから冬を迎えるに従い、スイーティーにふわふわになっていくこと間違いなし。こちらセレブでなくてもご自宅でもりもり増えますのでご安心を。